皆さん、おはようございます。マーティンで、アのミヤクーボーキンタです。東北地方の道の駅、謎の商品を紹介します。あのサバ缶が、スイーツになっちゃうんです。サバチョコ、うまそうですね。はい。お値段四1 0円。こ、これ、クラッカーのトッピングとしてブリーグ。その柿、格子柿、プレミアムソフトクリーム。あーん、プレミアムーはい。サバ缶のスイーツは同期です。あとは、昆虫、本物食い、ブレイク中、橋上にあります、大森県。食べるか鑑賞するか悩みますね。はい。グミですね、グミ、これは。 どう思いますかはいあとはそばの粉を使ったシフォンケーキもぜひどうぞ秋田の十文字爆裂十文字ですねはい横手焼きそばなんと寒天になって固まっちゃいました、はい、桜麺の寄せも買ってもらっちゃいました抹茶寒天いろんな寒天一肉寒天いろんな寒天で固まっちゃったんですあとは稲荷寿司がなんと揚げまんまになっちゃうんですまんまみーやーはい 沖玉のバニトゥムンバー、川の港長にあるカレーが美味しいですよ。剣玉も飾られていいですね。福島の平田にある、えハ、ー、バネラソフト、カレーカレーカレー、若返る、若返りのカレーもいいですね。はい。辛いんじゃ激辛レット、生地獄カレー、地獄すぎやん。はい。宮城県にある大崎の道なきあの、腸活のビール、お酒、ラゲー。カップ納豆、いろんな納豆も入っていいですね。 これ、防災センターとして役割になる大崎ですね。はい。というわけで以上です。バイバイ。